ありがとうございます。すいません、いつもありがとうございます。岐阜県大垣市の一軒家、毎日昼過ぎから夕方にかけて近所に住むママたちが続々とあるものを受け取っていきます。ありがとうございます。それは夕飯のおかず。ここは家事や仕事で忙しい人のために代わりにおかずを作ってくれるお店なんです。時間が持てると他のことができるので、買い物だったり掃除だったりとても助かってます。子どもたちもお腹空いて待てないから、もうそのまま出せるっていう時に使わせてもらってます。栄養面とかもやっぱ野菜も食べさせたいし、お肉とかも食べさせたいしっていう時に自分で考えなくて済むっていうところで、すごく気持ち的に楽で。この日のメニューのメインは玉ねぎ入りのタルタルソースがかかったチキン南蛮。夜ご飯のメインと副菜2品を作ってくれます。毎日頼んでも飽きないようにメニューは日替わり。1人前1000円です。こんにちは。待ってました。ありがとうございます。よろしくお願いします。プラス200円で配達もしてくれます。買い物行く時間もないので、もう本当助かってます。ちょっと高いかなっていうのはぶっちゃけありますけど、の時間をお金で買うじゃないですけど、いろんなお母さんとかね、スタッフさんとかやってくださってるっていうのを日頃聞いてるので、もうその温かみを受け取るっていうのが一番ですね。そう、このお店の特徴は働いているスタッフ5人全員が子育て中のママなんです。この日調理場にいたのは4人の子供を育てているとも子さんと2人の子供がいる伊藤さん。献立っていうのはどんな風に決めてるんですか？スタッフさんのシフトを見ながら、私が、まあ、この方、例えばとも子さんだったら唐揚げが得意なので、今日は唐揚げからのチキンナバみたいな感じで、この方はこれが得意だからとかっていう組み立てにしてます。あとは農家さんから入ってくる旬の野菜を使いながら、入ってきそうな野菜に合わせてメニューを組み立ててます。この店を立ち上げたのは3人の子供を育てている佐竹真美さんです。こういったおかずの代行サービスを始められようと思ったのはどうしてなんですか？私が会社員でフルタイムで働いていて、でそこからまあ結婚するっていうことになって、急に家事とか買い物とか、ご飯作るとかっていうことがすごく、まあ、いろんなこと増えるじゃないですか。スーパーの唐揚げとかも美味しいので、買って帰ってパックから移すってなった時に申し訳ないなっていうふうにすごく思ったことがあって、自分でさも作ったかのような感じで出せるおかずがあればいいのにって思ったところが、でも始まりですね。自分と同じような子育て中のママを助けたい、そんな思いで立ち上げたおかず代行。子どもさんだとやっぱり、柔らかいとか噛み切れるとかっていうことが一番大事だと思うので、工夫をできるだけしてます。例えばタルタルソースに入れている玉ねぎはレンジで火を通し辛みをなくして食べやすく、さらにママだからこその気遣いが。あ、容器はパックじゃないんですね。食卓にそのまま出せるように陶器の容器を購入してくださった方にはこれで、はい、お出ししてます。そのまま出しても代わりというか違和感なくやれるところがいいのかな、目指すべき姿なのかなっていうところですね。忙しい時に頼りたいおかず代行。ありがとうございます。こちらは東京で人気の手作り料理の宅配、作り置き .jp。実は今月から東海3県でも注文できるようになり、受付開始直後わずか5分で注文枠がいっぱいになったといいます。どれも美味しそうなんですよ。
4人前のおかずを毎週冷蔵で届けてくれる宅配サービス。1食あたり749円です。管理栄養士が監修したメニューを専門スタッフが一つ一つ手作り、冷蔵保存で4日間日持ちします。副菜は温めなくていいものが多いので、主菜を温める時間がもう長時間、味噌汁とかご飯は自分で用意するのでその時間はかかるんですけど、まあそのくらいですね。だから5分5分ぐらいで終わっちゃいました。温めるだけなので食事の準備はあっという間です。うん、美味しい。金額としては多分1週間スーパーに行ってまとめ買いして買ってくる時とほとんど変わらないんですね、多分。だけど考える時間とか調理する時間っていうのはもうなくなったおかげで、家族の時間がすごい多く取れるようになったんです。小学5年生と2歳の子供がいる篠原さん一家、夫婦共働きで子供と過ごす時間を少しでも増やそうとこのサービスを利用し始めました。ありがとう。食事は母親が作って手作りのものを子供に食べさせるのが一番っていうふうに思っていたので、食事に関するサービスを使うのに結構抵抗があったんですけど、とにかく本当に時間の節約、メニューを考えるとか食事をバランスよく作るっていうプレッシャーから解放されたのが一番大きいです。その夕飯の準備の時間帯に重なるのが子どもの習い事、送り迎えにも使える全国に拡大中のサービスが。はい、ちょっとここで待ってて。6歳と4歳、2人の子どもを育てるお母さん、習い事の英語教室に向かうため自宅を出てすぐスマホを操作すると、ほら、もみ来たよ。1台のワゴン車が到着。お願いします。実はこれタクシーではありません。月額5000円で、乗り放題、すぐにアプリで呼べるのが便利だなと思います。朝送って行って、でそのまま帰りも使って、でお迎えの時も1日本当に何回も使いますね。こちらはモビという定額乗り放題の移動サービス。半径およそ2キロ圏内なら何回乗っても月額5000円です。今までは自転車の前後ろに子供を乗せて送り迎えしてたんですが、下の子もちょっと大きくなってきて、やっぱり3人乗りっていうのは危ないなと、どうしようかなと思ってる時にモビのサービスが始まったので、ここからもうずっと利用してます。この移動サービスは現在全国10カ所で利用でき、愛知県内では千種区内の一部地域のみで乗ることができます。気をつけていってらっしゃい。はい、ありがとうございます。よし。設定されたおよそ180カ所のポイントから乗り降りする場所を選べます。グッモーニング。グッモーニング。行ってらっしゃい。子供だけで習い事に行ってくれたりとかできたら、もう家で家事をやる時間ものんびりできるかなと思います。子供だけで乗ることになっても安心。アプリでは乗車したかどうかや車両の位置をリアルタイムで確認することができます。運転手さんは決まった方なので、はい、とっても安心です。最後までご覧いただきありがとうございました。メーテレニュース公式チャンネルでは東海3県のニュースをいつでもご覧いただけます。ウルフィーが指しているこちらのボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。グッドボタンやコメントもお待ちしています。